ZRX400 の紹介動画です。2004年モデルの ZRX の1型ですね。四角いヘッドライトとビキニカウルがついております。じゃあエンジンかけていきますね。こんな感じですね。車外のパーツなんですが、まあ、バーエンド、グリップ、あとミラー、ハンドルブレス、あとは ETC ついてますね。と両サイド森脇のエンジンスライダー、あとは森脇のショート缶ですね。はい、こちらも車検対応のものになっております。はい、あとはリアサス交換されているのとタンデムバーもついています。後期型のモデルなんでブレーキですね、対面のシックスポットかなり強化されたブレーキがついています。左側ですね、ちょっとこけたような跡があるので、はい、まあ、軽く点灯されてるのかなという感じですね。はい、カウルの内側ちょっと補修してる部分があって、おそらくこの付け根一回割れちゃったのかなっていう感じなんですが、現状ねかなりがっちりついてて補修されてるので、で前から見てもいがみ等もなさそうなんで、まあ、まだまだ安心して乗っていただけると思います。ぜひよろしくお願いします。